埼玉にはそんなに多いのってちょっとびっくりするかもしれないんですけれども、34の酒蔵が現在あります。そして日本酒の出荷量ですね、日本で4位の量を埼玉県で作ってるんですね。それぞれ個性豊かなお酒を酒蔵さんがそれぞれ作っているんですけれども、何か一つ共通した魅力というとやっぱりお水の良さですね。埼玉県には荒川と利根川と2つの大きな水系がありまして、そのどちらもお水の量も豊富ですし、また水質が柔らかくて軟水でですね、なのでお酒も柔らかい味わいのお酒になることが多いです。実際に作っている場所、あと作り手さんの思いとか、その工夫しているところとか、そういうのを実際に伺うと、さらにそこのお酒が必ず好きになると思うんですね。それをまたお土産で買って帰ってご自宅でゆっくり楽しむっていう、そういう楽しみ方が酒蔵巡りならではの楽しみ方だと思います。今埼玉県の蔵元の中でも世代交代が盛んになっている時期なんですね。そういった若い世代の方が作られる今の方々の舌に合うような日本酒ですね、こういうのがどんどん増えてきているので、これからとても期待ができますね。今後も皆さんぜひ埼玉で日帰りで気軽に来れますので、自然とお酒とお食事を楽しんでいただけたらなと思います。